料理家この沖縄生活ようこそ。ただいまの時刻朝の7時5分。朝起きたらすぐ私はお掃除するんですよ。なぜならばお掃除ロボットが壊れてしまってバッテリーがなんかね調子悪いので、いつも起きたらすぐお掃除をしてからコーヒーをいただくのですが、なんと私より早起きしてる人がいるじゃないですか。テレビをね見てないのにつけてこう一生懸命やってる人がおります。ありがとうございます。私がちょっと鼻ムズムズするって言って早く寝たので、早く起きてやってくれたのか、それとも今日はいろいろね事情があって早く起きたのか、どんな感じなんでしょうか。前日に詰めたお弁当で、そして前日に作ったお味噌汁入れすぎちゃったみたいですね。はい、こんな感じで週4日のお弁当作りはまだ続いております。いつになったらねグループホーム入れるのかな。この袋は可愛いでしょ。私がこうマチを作ってお弁当袋入れを作りました。おはようございます。鼻炎です。鼻詰まってます。これなんかすごい昨日大掃除したんですよ。この断捨離系の大掃除をして鼻炎になったのか風邪なのかわからない。別に喉が痛いわけでもないし熱があるわけでもないんだけど、鼻が詰まってるし鼻水がなんかこう水っぽいのスースー出る感じで、今日はあっふーお休み、お店もお休みなので特に買い物なかったんだけど、鼻炎の薬だけ買いに行こうかなと思って、鼻炎の薬を買いに行くってなったら、まあ、なんか日用品もね一気に買いに行っちゃおうかなと思ってます。二度寝した、じゃあなんか起きてきました。言い添ったんだけど今8時20分なんだけど、9時過ぎにねお迎えが来るんですけど、寒いからすぐ二度寝しちゃうんですよね。ジョークバナナ食べてね、もうお弁当も作り終わって、あとはこの散歩ね、待ってる間30分ぐらいもったいないので、もう冷蔵庫にあるもので作り置きを作りたいと思います。今日は何もしなくて思ってたんだけど、まあ作り置きを今から作っていきたいと思います。もう冷蔵庫にあるものなのでお参考になるか分かりませんが、ちょっとやってみたいと思います。あれ大変、これしかなかったです。それで肉じゃが作って、白滝まろから肉じゃが作って、切り干し大根で煮物作って、きゅうりでなんかなんだ漬物的なものを作ろうかな。大根は味噌汁スープにします。味噌汁は私は3日間分ぐらい結構いっぱい作っちゃいます。作って、温め直して食べる感じですかね。だってお弁当にも入れるし。では作っていきたいと思います。茶色いです茶色い作り置き完成。あと味噌汁できてます。あとは冷凍のスナップエンドウとかをこんな風に入れておくと
いいね。一緒に煮込んじゃうとね、スナップエンドってもうなんかどす黒くなっちゃうので、こんな感じで最後に入れてしまいます。冷凍のものでいいです。パン、だからお迎え行こう、お迎え行こう、はい、お迎え、はい、おはようございます。はい、じゃあ行ってらっしゃい、はい、バイバイ、お願いします。バイバイ、元気です、バイバイ。元気な長男くんが生活介護に行ったので声を出せますもうずっと喋ってるので、あの音声ね切ってました。このお家に立ってから21年目になるんですけど、だん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 キッチンの部分がちょっと劣化してるというか故障してきたりとかしてきて、だましだまし使ってきたんですけど、もうだませない状況になってきておりまして、まあ、レッスンも8月からちょっと中止してたのは、それも、まあ、ハンバーガー屋さんをオープンしたっていうのもあるんですけど、まあ、キッチンの不具合がちょっと、ね、気になるということで、完璧な状態で、また生徒さんにお会いしたいなと思っているので、ちょっとプチリフォームをしようかなと思っております。換気扇の音がすごいので、もうこれでも20年変えてないんですよ。音がすごいだけで、まあ、とっても綺麗に使っていると褒められました。はい、確かに綺麗に使ってました。そしてこのリンナイさんのデリシアといって、リンナイの中でも最高級品のやつなんですけど、これはね、あのちょっと提供してもらったっていう経緯があるんですが、13、4年、5年ぐらい使ってるのかな。で、ちょっとまあ不具合が出てきたので、これを取り替えるっていうことと、あとガスオーブンですね、ちょっとお見せしますね。こちらのガスオーブンなんですけど、あの使えます、使えるんですけど、このつまみをちょっと子供があのいじってどっかにやってしまってそのままなんですけど、まあこの部品さえあれば、まあ、元通りなんですが、まあ部品ももう20年前のということでない。で、まあこちらもね、もう使えないことはないけど、火力の調整とかがちょっとできなくなったりとかしてきて、もういい加減取り替えないとレッスンできない、やりづらいかなということで、全部一式取り替えることにしました。そうしないとやっぱりバラバラで取り替えると、その度にこう工事費がかかったりとかして、まあ今のうちね一気にやってしまいたいなと思います。はい、そしてこちらの、全く使われていないビルトイン洗浄機ですね。食器洗浄機はですね、これは後付けしたんですよ。ここはゴミ箱、スライド式のゴミ箱ですごく便利だったんですけど、まあ食器洗浄機入れようかなと思って、レッスンでもいっぱい洗い物が出るのでって思ったんですけど、やっぱりこの中に入れてしまったものってもう使えないじゃないですか、この乾燥できるまで。なのでうちは結構しょっちゅう台所に立ってることが多いので、必要ないなということで全然使っておりません。乾くまでに時間がかかりすぎて、私の中ではもう自分でやった方が早いかなっていう感じで、我が家には合っておりません。ずっとお仕事でお家にいらっしゃらない方は合ってるかなと思います。で、ブーツ型の昔ながらのこのレンジフードもちょっと取り替えますつつで、この辺もね本当はねいっぱいやりたいことあるんですよ。壁紙をねもっとねモダンにおしゃれにしたりとかしたいんですが、これはちょっと今考え中です。この辺りなんですが、ここも劣化しておりますので、この辺も直してもらいつつ、この壁をどうしようかな、なんかすっごいド派手なやつにしちゃおうかなと思ったりとかもしております。この辺も随時、お知らせしていきたいなと思います。何でもあり、そうそうそう、何でもある。けど、牡蠣はここ。
ありがとうございます。ポン酢とレモンあります。まだお好みでお召し上がりください。ありがとうございます。わお、美味しそう。おかわりしました。美味しかったので。柿好きばあさんです。はい、こちら蒸し柿だそうです。味付いてないので味付けて食べるのって美味しそう。あったかい、味付いてない、味付いてないって言ってたよ。こんな感じで、わっ、落ちた。あ、ちょっとレアな感じだ。味付いてないけど、いきます。うん、美味しい、うん、美味しいね、うん、なんかあったかい生ガキみたいな、がっつりが違った感触だね。そうそう、なんか火がめっちゃ入ってるのかなと思ったら、うん、レアな感じで上手に入ってる感じが美味しい。ギノワン、ギノワン、うん。